65歳まであと2ヶ月か。ということは、いよいよ俺にも楽しい老後がやってくるってわけだ。それはいいけど、ちゃんと考えてるんでしょうね。何が？年金のこととか、生活費のこととかよ。あとね、退職すると意外な落とし穴があるって聞いたことある？え、何それ？知らないの？一歩間違えると大変なことになるんだから。大変なこと？レシオタイム。俺の名前は国見健康。もう間もなく65歳。めでたく定年退職の時期を迎えようとしている64歳の会社員だ。まず確認ね。退職したらどうするの？そりゃあもうのんびりするよ。そう話したじゃない。うんうん。それで生活はどうするの？だから年金で暮らすようにするよ。退職金もあるし。なるほどね。抜かりなくやってよ。わかってるよ。会社からも今度説明があるみたいなんだよ。ちゃんと聞いてくるのよ。取り返しがつかないことにならないように。ちょっとねえ。何？取り返しがつかないことって何さ？わかんないの？健康保険よ。え？健康保険なんか関係ないだろう。あなた本気で言ってるの？会社を退職したら健康保険も変えなきゃいけないでしょ。そうなの？はあ、なんて無知な人。いい？健康保険は会社ごとに違うのよ。私が働いていた時、あなたと違う保険証を持ってたでしょ。それは所属している健康保険が違うからなの。ほう。じゃあ会社を辞めたらどうなるの？会社を辞めた後は基本的には国民健康保険に入るべきなんじゃない？入らないってことはありえないから。ありえないの？なんで？日本の健康保険は国民皆保険が原則だからよ。入らないってことはまずないの。大事なのはどこに入るかってこと。そうなんだ。でね、お隣さんからいろいろ聞いたんだけど。お、出たな、お隣さん情報。退職してしばらくは手元に保険証がないんですって。え、なんで？間に合わないらしいわよ。しばらくしてから届くみたいだけど。その間病院にかかったらどうすんの？自費ってこと？おいおいおい、そりゃダメだな。ちゃんとやらないと。定年退職を目前に俺は老後へ向けての下準備を始めることにした。年金についてはすでに年金事務所に問い合わせていたこともあって、65歳から受給できる話になっている。生活費も退職金があるから問題ないだろう。しかしこの時に出てきた健康保険に関しては全くノーマークだった。さてどうしたものか。だが俺だってバカじゃない。ちゃんと情報収集する術は心得ているよ。やあやあ安井さん。おっす、久しぶりだね。どうだい、年金生活ってやつは。うん、まあそれなりにやってるよ。退職祝いでハワイにも行ったし。ハワイいいね。一生一度だからさ。神さんもムーニンみたいなやつだけど、ムームー来たいって言うし。かわいいじゃないか。可愛くないよ、ムーニンだもん。安井さんは近所のテニス仲間だ。学年で言うと俺より一つ上で、つい半年前に定年退職したばかりだった。つまり安井さんに定年退職にまつわるあれこれを聞いちゃおうって魂胆だ。ところでさ、あれどうした？健康保険。ん？どういうこと？なんかあれだろう、退職すると健康保険を変えなきゃいけないんだろう。ああ、そういうこと。あれね、変えなくてもいいんだよ。え、そうなの？そうそう、健康保険はね、確か、3パターンあるんだよ。安井さんによると、退職後に健康保険をどうするかっていうのは3つの選択肢があるようだ。
1家族の扶養に入る、2任意継続被保険者になる、3国民健康保険に入る。家族の扶養に入るって、うちの奥さんはもともと俺の扶養なんだよ。その場合は1の選択肢はないね。共働きだったり子供と同居してて子供が働いていたりしたらなくはないけど。なるほど。1の場合は本人が保険料を払わなくてよくなるからさ、楽だよ。一番楽かもな。ただ扶養に入るってのは保険料だけの問題じゃないからね。できる人は限られてるよな。だよな。2の任意継続被保険者っていうのは俺が取った方法だね。会社に勤めていた時と同じ健康保険を2年間だけ継続できる特別ルールみたいなやつなんだ。へえ、そんなのあるの。じゃあそれでいいじゃない。ところがさ、これが少々難ありなんだよ。まず保険料が高くなる。今までは本人と会社で保険料を折半していたんだけど、退職すると会社負担分も本人が払わなくちゃいけなくなる。つまり同じ保証の内容で現役時代の2倍の保険料を払わなくちゃいけないんだよね。はあ？なんだそりゃ。ただね、扶養に入っている家族の分も継続できるって意味ではこれはありがたいんだよ。さらに収入とかに左右されないんだよね、保険料が。同じ保険料で継続できるから退職金が入った翌年の保険料が高くなっちゃうとか、そういう心配がないわけ。にしてもな、何も変わらないのに保険料が倍になるっていうのはちょっと納得いかないね。まあ退職するってそういうことなんだよ。3は国民健康保険ね。これよく聞く話は今までの健康保険より高いじゃないかっていうやつ。まあ仕方ないんだよ。さっきも言ったように今までは会社が半分負担してたから保険料が抑えられていたんだからさ、それと比較したら高いと思うよそりゃ。じゃあ実質はそんなに高くないと。ところがね、一概に言えないんだよ。っていうのは国民健康保険の保険料は前年の収入と扶養家族の人数によって決まってくるから、例えば前の年に退職金をもらっていたらその分保険料が高くなるっていうこともあるわけ。特に初年度は保険料が高くなりがちな傾向にあるみたい。そういうことか。そういうこと。参考になったかい？いや、結局どっちがいいの？あー、お前そりゃ自分で選ぶんだよ。自分で選ぶったって今の話聞いただけじゃさっぱりわからんよ。結局どっちが安くなるのさ。俺は奥さん一人だけど、その場合は退職金が入った分保険料がどれだけ高くなるのわからんよ。お前そこまで教えてやったんだから、あとは自分で調べろよ。なんだよ、わかんないから聞いてるんだろ。まあまあ、お二人さん、ちょっと落ち着いて。お、すみません、ちょっと声を荒げてしまって。いいけどね、そっちのお兄さんはよっぽどお困りみたいだし。困ったってことでもないんですけど、でも妻にもちゃんと説明してあげないと、二人のことですし。あら、律儀な人。いい旦那様ね。そんなことないですよ。じゃあ私からいいことを教えてあげるわね。健康保険の保険料はシミュレーションができるのよ。え、そうなんですか？そうよ。任意継続の保険料は今までの倍額と考えれば保険料がわかるでしょ。で、国民健康保険はシミュレーションすれば概算の金額がわかるから、そこで比較してみるのがいいと思うわ。なるほど。ママさんにアドバイスしてもらい、俺はようやく安心することができた。退職後の健康保険をどうするかは3通りの選択肢があり、俺の場合は今までの健康保険を任意継続するか国民健康保険を選ぶかのどちらかってことなんだな。あ、そういえば一個だけ気になることがあるんだけど。どうした？切り替えのタイミングで一度は保険証を返さないといけないんだろう。
それ、新しい保険証が来る前に病院に行きたい時や入院した場合はどうするの？どうだろうな。その場合は一度自費で建て替えが必要ね。へえ。やっぱり実費なんですね。でもね、保険適用分は遡って請求できるから大丈夫よ。ちゃんと後から戻ってくるから。ほーん。じゃあ一時的に窓口で10割のお金を払っても保険適用分は戻してもらえるんですね。そういうこと。じゃあ安心だ。よかった。お役に立てたみたいでよかったわ。いや、勉強になりました。どういたしまして。安井さんじゃなくてママさんのおかげで。そっちかよ。またいつでもいらしてくださいな。ごちそうさまでした。こうして俺はすっかり自信をつけた。そして早速妻に報告。なるほど。じゃあ今の健康保険を継続するか国民健康保険にするか選ぶってこと？そういうこと。方向性だけ決めておけば手続きの時に焦らなくて済むだろうから。シミュレーションで見てみると多分保険料は大きく差がないみたいね。じゃあ国民健康保険でいいんじゃないかしら。いずれ国民健康保険になるのは確実なんだし、年金収入だけになるんだから。そうだな。よし。妻ともしっかり話し合い、俺の気持ちは固まった。これで大丈夫だ。では次に健康保険についてですが。あ、健康保険は国民健康保険にしようと思ってます。なるほど。では現在の健康保険からは脱退なさるということですね。一度資格を喪失するともう継続はできませんが。大丈夫です。退職した次の日、俺は役所の窓口に来ていた。国民健康保険の加入手続きは前の健康保険の資格喪失日から14日以内に市区町村の役所で行うことになっている。俺は退職時に教わった通り役所の窓口で手続きを終えた。そして来たぞ、国民健康保険証だ。ああ、よかった。これで一安心ね。やっぱり実費で病院に行くのは気分が良くないからな。これで歯医者にも通えるってもんだ。私も肩こりがひどいから整形に通わなくっちゃ。肩こりくらいなら俺に言えばいいのに。あら、聞くわ。もうちょっと右。任せろ。定年退職をして退職金は無事に受け取り、年金の手続きも済んだ。そして健康保険の手続きも完了。これですっかり安泰だ。これからはしばらく二人でのんびりしようと思う。まだまだ時間はあるみたいだからな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。